自動車、オートバイの種類モトクロッサーの一例ホンダ CRF450、R モトクロッサーは競技専用オートバイの一種で、モトクロスレースのために作られたものの総称である。ジャンプ中のモトクロッサーと着地して加速する、モトクロッサーでネーチを走行する、モトクロッサーソフトロ用タイヤを使用しているのが確認できる。モトクロッサーは、未舗装路での競技走行を目的として、専用に設計された車種を言う。多くの国では公道を走行することは法規により認められていない。搭載エンジンが2ストローク 100cc 以上、または4ストローク 175cc 以上で、ホイール径が前輪で最大21インチ、後輪で最大19インチのものを、モトクロス世界選手権、MX クラス出場車両や日本の 2.1 オープンクラス車両がフルサイズと呼ばれるのに対し、それより下の小排気量エンジンで前輪19インチ以下、後輪16インチ以下の車両はミニモトクロッサーの通称で呼ばれている。モトクロッサーは競技専用車両のため、全消灯、方向指示器、警笛、バックミラーなどの保安部品がない。また伝送系の部品も対応していない。たとえ自分で保安部品などを装着しても、乗用車として登録に必要な書類がないため、ナンバーを取得することができない。逆に、レギュレーションギリギリまで軽量化ができる。公道走行ができないモトクロッサーは、モトクロスコースなど、走行可能な場所まで、トランスポーターに積載して移動しなければならない。倒立式、サスペンションタイヤとフェンダーの間隔が離れている、大きな最低地上高高度で走行するための保安部品を備えた、舗装道路、未舗装道路両対応のオートバイが販売されている。デュアルパーパスやマルチパーパスなどと分類、呼称される。車両形状はモトクロッサーに似ているが、エンジンの出力特性やサスペンションの特性、舗装路対応オフロードタイヤの採用など、公道走行に適するように設計されている。スウェーデン、オーストリア、スイス、イタリア、スペイン、アメリカ、合衆国。ありがとうございます。